福原美ネは東京都墨田区出身の元プロ野球選手、プロ野球コーチ。現役時代は NPB パシフィックリーグの阪急ブレーブス一筋で二塁手として主に守備で活動。好守備を見せた一方で打撃面でも意外性を持っていた。引退後はオリックスをはじめ日本、韓国各球団でコーチを歴任。選手時代の愛称はミネ、またはジン。 修徳高校時代は、野球は、高校で辞めるつもりでいたが、当時の部長の強い勧めで仕方なく法政大学に、進学。江川すぐるの2年後輩であり、江川世代の卒業後は、東京六大学リーグ優勝には届かなかった。鴨田勝男監督の選手起用の仕方に不満を持ち、気重の激しい性格ということもあり、かなり反抗的な態度をとっていた。 日本通運では2年連続で都市対抗野球に出場したが、社会人時代も大学と同じく控え選手でいたことに不満が募り、周りに変わり者だと言われることで、監督や先輩等に不満を持っていた。1981年のプロ野球シーズンオフに、阪急へドラフト外入団。矢野清スカウトに、福原の肘痛という特病について、調子はどうだとの問いに、 福原は大丈夫ですと、プロ入り最後のチャンスだと思い大嘘をついた。1984年パリーグ優勝時のせいにいる意志。リーグ公式戦には自己最多の120試合に出場。日本シリーズでは全7試合に先発出場し、26打数5安打、7打点、内万塁本塁打を含む2本塁打、勝利打点2を挙げるなどを活躍した。 同年以外は公式戦1 0 0試合以下の出場にとどまり、規定打席に至っては一度も到達しなかった。1985年には岩本義博、村上真一とのポジション争いで出場機会が減少。1986年からは福良純一がレギュラーに定着し、以降のシーズンは控えに回ることが多かった。1992年限りで現役引退。 引退後も引き続き球団に残り、1993年から1994年まで、2軍内野守備、総類コーチ、1995年から1998年まで、1軍内野守備、総類コーチ、1999年は1、軍守備コーチを務めた。2000年から2001年まで中日ドラゴンズで2軍、守備、総類コーチ、2002年は1軍内野守備、 ソウルイコーチを務めた。2003年は、サンテレビボックス席解説者、デイリースポーツ評論家として活動。2004年から2006年まで、阪神タイガース一軍内野守備、ソウルイコーチを務めた。阪神時代は、関本健太郎が、自分には、自分のやり方があると言い,い、福原の指導には従わず、岡田明信監督や和田豊コーチとも、守備や、 指導方法の考えは、正反対で対立していた。三塁ベースコーチをしていた際には、壊れた、信号機と言われ、ベンチからのサインの内容を忘れ、選手に直接聞く場面が幾度かあった。2005年からは一塁ベースコーチに移動し、同年のリーグ優勝に貢献。2007年から2009年まで、韓国プロ野球の s k ワイバーンズで一、軍守備コーチを務めた。 2010年は日本へ帰国、NPB パリーグの東北楽天ゴールデンイーグルスで1軍内野守備、総類コーチに就任するが、5月11日、長池康夫と入れ替わる形で2軍の内野守備総類コーチに転属。同年シーズン限りで退団。2011年に SKA1 軍内野守備コーチとして復帰。4月11日、2軍へ移動後、8月にチームを退団。 2012年より同じく久保のハンファイーグルスへ移籍し、一軍守備コーチに就任。同年5月、二軍守備コーチへ移動。2016年は、s k 一軍守備コーチを務めた。2017年に、NPB セリーグの横浜 DNA ベイスターズの二軍野手総合コーチへ就任。2018年より、内野守備、総類コーチを兼任したが、同年シーズン限りで退任。 ありがとうございます。